とパイモンちゃん。よかった、ちょうど探しに行こうと思ってたの。クレイにすごく怖いお手紙が届いてね、そこに行かなくちゃいけないの。怖いお手紙？そのお手紙にはね、クレイはトドコの家族じゃないって書いてあったの。クレイを試すからトド王国に来いって。でも慌てるな、ゆっくり話せ。悪者大悪人ドド大魔王。ドド大魔王って誰だ？パイモンちゃんも聞いたことないの？ないな。それになんでもうなんだ？クレイも聞いたことないから。なんだか意味不明だぞ。最初はアルベドお兄ちゃんに聞こうと思ったんだけど、お家にいなくって。だから二人を探そうとしてたんだ。これがドド大魔王のお手紙、クレイが読んであげるね。悪しき炎の娘、ドド一族の、ここ読めない。ドド大魔王の名のもとに、お主をドドコの家族だとは認めない。ドドコと共に近隣五軍島へ訪れ、灯す、受けよ。あれ、クレイの読めない言葉ばっかり。オイラに見せてみろ。これは統治者って読むんだ。一番偉い人って意味だな。それに4つの明かりを灯し、試練の門を叩きし後の部分は、おそらく何かしらの挑戦のことを指してるんだろうな。最後の審判は、クレイを裁判するって意味だ。裁判？まあろくなことじゃないっていうのは確かだな。どこぞの偉ぶったやつが上から目線でクレイのことを試そうとしてるみたいだ。そんな、ドドコはクレイの大事なお友達だもん。絶対に渡さないよ。でもお手紙の送り主さんはドド一族で一番偉い人みたい。まさかドド一族はドドコの家族？名前を見た感じそうっぽいよな。でもクレイ、近隣五軍島ってどこにあるんだ？クレイ知らないよ。え？近隣五軍島なんてクレイ初めて聞いた。近隣五軍島、リンゴがたくさんある島かな。ダメだ、手紙にはさっきクレイが読んだことしか書いてない。クレイ、封筒はどうした？ないよ。知らない、気づいたら部屋の窓に置いてあったの。ドド大魔王、ドド一族、確かドドコってクレイがリュックにつけてるぬいぐるみだよな。違う、ドドコはお友達、ぬいぐるみなんかじゃないよ。そっか、それじゃあ不思議な生き物ってことで。でもそのドドコの家族がいきなり現れるなんておかしくないか？誰かのいたずらだったり。いたずらなら放っておこうぜ。ダメダメ、クレイは負けないもん。絶対そこに行く。でも行くって言ってもそんな名前の島見たことも聞いたこともないぞ。そんな場所にどうやって？英雄騎士のお兄ちゃんならきっと何か方法があるよね。クレイはお兄ちゃんのこと信じてる。そう言われても。お願い、お願い、お願い、クレイを助けて。なんかオイラたちが手伝わないと一人で行っちゃいそうな気
気がするぞ。クレイを一人っきりで冒険させるわけにはいかない。オイラたちが付き合ってやろう。ねえ、ね。ああ、クレイにこんなにお願いされたら手伝うしかないな。でもオイラたちが同行することになった以上、一人で走り回ったらダメだぞ。はーい。それじゃ、いつも通りまずは情報収集から始めよう。サイリス、本当について聞きたいんだけど。どうか知ってますように。そうか。ん？何か困っているみたいだな、小さな冒険者よ。トラブルでもあったか？一応トラブルとも言えなくはないけど、実はオイラたち軍刀を探してるんだ。サイリスみたいな熟練の冒険者なら知ってるかなと思って。はっはっは。未知の場所と冒険の知識を知りたければ、まさにこのサイリスがうってつけで、探したい軍刀とは？いっぱい小さな島があって、海に金リンゴ群島って名前のところだ。金リンゴ群島。さすがだな。このサイリスでさえ聞いたことのない場所を言い出すとは。サイリスも知らないのか？ああ、残念ながらな。果てのないテイワット大陸をすべて歩き回れる者などいない。しかし、そう不安がるな友よ。未知の場所へと踏み出す勇気を持つんだ。冒険者協会会長のサイリスさえ知らないなんて、まさか本当に存在しないんじゃない？まあまあそう言うなって。トドくん、マージョリーって記念品ショップをやってるから、他の人が知らないようなことにも詳しそうだよな。だって記念品っていろいろあるし。知らないようなこと？何のこと？マージョリー、金リンゴ群島ってどこにあるか知らないか？小島の集まった海のどこかにある。群島っていうことは小島が密集していて海のどこかにあるんじゃないですか？そうだよ。そうだよじゃなくて、言い方を変えよう。モンドのどこかに群島ってあるか？ないと思いますよ。モンドの地図を見たことはありますよね。基地の島はすべて載ってますから、群島はないかと。地図は地形を忠実に記録してます。その地図に載っていないということは、多くの人にとって存在しないことを意味してます。モンドの地図に載ってなければないってことか。そんな島、本当は存在しないのかもな。そんな。いやいやいや、他の人にも聞いてみようぜ。知ってるか？海にあるんだ。海にある金リンゴ群島、初めて聞く名前だな。リンゴがたくさん実ってる島か？ホフマンさんも知らないんだ。ホフマンはずっと城内を見回ってるからな。仕方ないよ。力になれなくてすまない。ううん、許してあげる。え、そうなの？他の人に聞いてみよう。どうやら手紙に書いてある場所を知る人はモンドにいないみたいだ。クレイ、仲の悪い友達とかいるか？ひょっとしたら誰かの嫌がらせなんじゃ。いないよ。クレイはみんな大好きだし、
みんなもクレイのこと大好きだもん。ああ、そうだよな。だから、いたずらじゃない。いたずらじゃないけど、島の場所を知っている人はいない。おいら、どうしたらいいかわかんなくなってきたぞ。物知り。あ、そうだ、こういう方は図書館司書のリサさんに聞いたらいいんじゃないか。リサさんは毎日図書館で過ごしてるだろ。モンドにあるすべての本を読んでて知ってるかもしれない。そっか、リサお姉ちゃんなら。さあ、図書館にレッツゴーだ。屋内では…リサさん。あら、かわい子ちゃんにパイモンちゃんとクレー、急にどうしたの。リサお姉ちゃん、島探しを手伝ってお願い。島？ドド大魔王が金リンゴ軍刀でクレイと対決するの。おいおい、慌てるなって。オイラが説明しよう。リサさん、実は…クレイをドド子の家族だとは認めていないドド一族の統治者、ドド大魔王。手紙には金リンゴ軍刀に来るよう書いてあって、そこで審判を下そうとしているってことでいいかしら。うん、クレイ絶対にその島に行きたいので、可愛子ちゃんが私のところに来たのは軍刀の場所を聞くため。口が上手ね。それなら私も本気を出さないと。手紙をお姉さんに見せてくれる？うん。手紙から得られる情報には限界があるわ。可愛子ちゃん、文字を読む以外にも他の方法は試したかしら？他の方法？手紙からほのかに元素の力を感じるの。何かしらのヒントみたいね。可愛子ちゃん、元素視覚を使ってみて。その手があったか。早速やってみようぜ。分かったか。裏にある内容はおそらく元素力で刻んだものでしょう。面白いわね。可愛子ちゃん、ここにペンがあるから元素視覚で見たものを書いてみてくれる？完成。これで手紙の裏にあった情報もはっきり見えるわね。今書いたのが金リンゴ群島の全体像じゃないかしら。島がたくさんある。海に浮かんでてどの大陸ともつながってない。もしかしていきなり湧いて出てきたとか。パイモンちゃん、もしかしたらビンゴかもしれないわよ。どういう意味？クレイわからないよ。私はこの図書館にある蔵書をすべて読んだわ。その中に似たような島について書かれた本を読んだ覚えがあるの。嵐と霧で覆われた謎の群島、どの国にも属さない上にどのような生き物も出入りすることを許されていない。選ばれし者だけがそこにたどり着ける。何年か前にあるモンドの船隊が海で群島を発見したそうよ。その話によると、激しい嵐の中、うっすらと霧に包まれた島を船員が見たらしいの。そう離れているようには見えなかったのに、いくら進んでもそこにたどり着くことはできなかった。船員はその奇妙な現象に驚き恐怖したみたい。自分は幻覚を見ているんじゃないかと。なんだその気味の悪い話。怖いぞ。残念ながらその本に島の位置は記されていなかったわ。もっと詳しく知りたいなら私より知識のある人のところに行った方がいいかもね。リサさん以上に詳しそうな人はいないと思うけど。
私はただの図書館司書よ。歩き回るのは専門外だわ。クレ、とても怖い場所だとしてもその島に行きたい？行きたい。クレ、怖くないのか？怖いけど、ドドコの家族になれない方がもっと怖い。ドドコは大切な家族だもん。クレ、絶対にドド大魔王に負けないよ。だからクレ、お休みを取る。お休みを取らないと金リンゴ群島に行ってドド大魔王に会えないから。お休み？クレイは騎士だよ。それに神団長が言ってた、遠出するときは先にお休みを取ってからにしろって。今からもう休みを取るのか？まだ島がどこにあるのかもわからないのに。でも可愛い子ちゃんの顔を見た感じ、心当たりがありそうよ。ジンから休みをもらうのはそう簡単なことじゃないわよ。お姉さん、図書館でお茶しながらうまくいくことを祈ってるわ。クレ、それに旅人とパイモンまで。こんにちは、久しぶりだね。元気だった？バーバラがここにいるなんて珍しいな。そんなことない。クレ、休みってどういうことだ？クレ、金リンゴ群島に行ってドド大魔王と対決するの。じゃないとドドコがさらわれちゃう。大魔王がドドコ？あのね、大魔王がクレイをドドコの家族とは認めないって手紙を送ってきて。クレイ、家族ってこと証明してみせる。栄誉騎士のお兄ちゃんもクレイを手伝ってくれるんだよね。旅人、パイモン、これは一体何の話だ？金リンゴ群島なんて聞いたことがない。どこにあるんだ？私も初耳。クレイも聞いたことない。でもリサお姉ちゃんが言ってた、きっと知ってる人がいるって。リサも知らない場所なのか？そうか、旅人がそういうのなら存在するんだろう。さぞかし神秘的な場所なのだろうな。ただ申し訳ないが、セピロス騎士クレイの外出申請を許可することはできない。どうして？クレイ行かなきゃダメなのに。たとえ群島がどこかに実在していても、安全確認ができていない以上クレイを危険にさらすわけにはいかない。でも行かないとトドコを連れて行かれちゃう。クレ、トドコと離れたくない。あ、クレ。それにどうやって群島まで行くつもりだ？安全な方法が見つかるまで許可は出せない。トドコ。栄誉騎士、外に。島に行く方法ってあるの？オイラもあいつなら知ってるかもって思ったぞ。やっぱりオイラたち通じ合ってるんだな。ウェンティ？不思議な幻妖詩人なんだ。いつもは幻妖野郎って呼んでるけど。クレイを助けてくれるかな。あいつはオイラたちの友達だからな。きっとクレイを助けてくれるさ。栄誉騎士のお友達なら大丈夫だね。栄誉騎士のことは
私たちみんな信用してるもの。それならこうしよっか。私が神団長を説得してみるよ。ただ真面目だから少し時間がかかるとは思うけど。クレイ、私を信じてくれる？頑張ってみるから。うん、信じる。クレイ待ってるよ。よかった。じゃあ明日の午後に大聖堂前の広場で待ち合わせしよう。絶対に説得していい知らせを持ってくるから。頼もしいな。頑張れバーバラ。お、全員もう集まってるみたいだな。みんなこっちだよ。栄誉騎士のお兄ちゃんにパイモンちゃん。いや、話すと長くなるんだが、バーバラとリサの話を聞いて分かったんだ。私の意思とは関係なしにクレイは必ずそこに行くだろうと。クレイの性格なら私たちもよく知ってるからね。この子を引き止めていつの間にかいなくなってるより許可してあげた方がいいと思ったの。セピロス騎士クレイ、外出を許可する。やったー。でも条件があるの。その代わり私も君たちの旅に同行する。騎士団の執務はガイアに一任してきた。最近はいろいろと忙しく席を離れている場合ではないが、クレイがどうも心配でな。だから私の同行を許可してほしい。もちろん、神団長が一緒なら心強いしな。おねえ、神団長に私も一緒の方がいいって言われたの。不吉なことは言いたくないけど、もし怪我人が出たら私の助けが必要になるでしょ。今回はバーバラの世話になりっぱなしだな。バーバラお姉ちゃんと神団長ありがとう。クレイ、ちゃんと言うこと聞くね。クレイ、いつもそう言うが今回は特に気をつけるんだぞ。そうだ、君たちと一緒に旅をすると聞いてリサがこの袋をくれた。開けると新たな道を見つけられると言っていたが。新たな道？クレイを面倒ごとから遠ざける方法とかか？リサは島に着くまで袋を開けてはならないと言っていた。何かしらの危機を脱するための道具なのだろう。さすがリサさん、いろいろと考えてくれてるんだね。それじゃあ次は詩人さんを探せばいいのかな。さっき周りの人に聞いたんだけど、詩人さん今日は広場にいないみたい。風立ちの地に行ったみたいだよ。よし、早速風立ちの地で吟遊野郎を探そうぜ。いたぞ、吟遊野郎。ん？そんな大勢で押し寄せてどうしたんだい？これが群島の地図だ。なるほどね。よかったね。もちろん僕なら知ってるよ。よかった、知ってるんだ。今は金リンゴ群島って名前なのか。昔は向かい群島だったのに。そこは普通の人間じゃたどり着けない特別な海域にあるんだ。一年を通してずっと嵐と霧に包まれていて、島に上陸するどころか近づくことすら難しい。というかそもそもなぜそこへ行こうとするんだい？大魔王に会いに行くんだよ。大魔王がクレイをトドコの家族だって認めてくれないから、その試練を受けに行くの。
ふーん、君は大魔王が怖くないのかい？ちょっとだけ。でもクレー負けないよ。銀融野郎のお兄ちゃん、クレーを助けて。銀融野郎のお兄ちゃんか、いいね、その名前気に入ったよ。おいらのせいか？大丈夫、君がそう願うのならば銀融野郎のお兄ちゃんがその願いに応えよう。本当にいいのか？もちろんだよ。だって子供の願いはこの世界で一番純粋で自由なものだろ。綺麗なライアーの音色。風がざわめき出した。ちょっと待っててね、すぐに来るから。これは これは僕たちだけの秘密、誰にも教えちゃダメだよ。私風主語？親愛なる詩人、君の協力に感謝する。なーに、お気になさらずに。みんな驚いたみたいだね。面白い顔をしてるよ。では道中の無事を祈るよ。ここまでだ。この先は我も同行が難しい。くれぐれも気を抜くな。ところだったけど、私初めて竜に乗った。今もドキドキが止まらない。はあ、みんな無事か？うん、平気。お姉、ジン団長、あの銀融詩人一体何者なの？そうだな、高い演奏技術を持った伝説の詩人だ。ライアーであらゆる生物を召喚できる。ジン団長も適当なこと言うんだな。すごい人なんだね。帰ったらちゃんとお礼を。しかしこの群島、霧が濃いせいで視界が悪いな。リサの言っていた通りだ。気をつけた方がいいな。旅人、パイモン、手紙には何て書いてあったんだ？オイラ覚えてるぞ。悪しき炎の娘、ドド一族の統治者、ドド大魔王の名のもとに、お主をドド子の家族だとは認めない。ドド子と共に金リンゴ群島へと訪れ、四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし、あと審判を受けよ。四つの明かりを灯しってことは、光るものを四つ探せばいいのかな。そういえばオイラたちがいるところ、なんだか周りより霧が薄くないか？確かによく見るとそうだな。まさかそこにある装置と何か関係が？この装置、なんか見覚えがないか？あ、そうだ、オイラたちが使ってるポケットワープポイントにそっくりだ。ポケットワープポイントを作るには
発光髄が必要だったな。そしてこの発光髄には暗闇を払う作用があるらしいんだ。この装置も霧を払ってるから似たようなもんなんじゃないか。4つの明かりを灯し、試練の門を叩きし後、つまり4つの装置を灯すと何かが起きるってこと？すでに1つ光っている。どうやら残り3つの装置を探せばいいようだ。ん？あれなんだろう。おい、勝手に走っちゃう。もう早く追いかけよう。この下に何かあるみたい。もっと近くで確かめよう。これは船？私たちのために用意されたように見えるな。こんな天気が悪い中、船に乗るのか？どうやらそうするしかないみたいだ。みんな、この先何があるかわからない。どんな試練が待つにせよ、気を抜かず慎重に行こう。霧が晴れてる。ここってこんなに綺麗な景色だったんだな。4つの明かりは全て灯した。これから何が起きるのだろうか。うん、いい天気。気を抜いたらダメだって分かってるけど、ついつい夏の太陽を満喫したくなっちゃうね。クレ、お魚をドッカーンしたい。クレ、ここはモンド城じゃない。警戒を怠るな。うん、分かった。パイモンちゃん、ドド大魔王を見つけたら一緒に説得してね。そしたらお魚をドッカーンしに行く。いいぞ、約束だな。ドド大魔王、一体何者なんだ。ああ、私もこの地は初めてだからな。それにクレイには申し訳ないが、私がなすべきことは大魔王の説得ではなく、君たちの安全を守ることだ。突然の手紙に常人ではたどり着けないような軍刀、偶然にしてはよくできすぎている。このような招待状が子供に届くはずがない。確かに怪しいよね。うん、私もしっかりしないと。みんな、この辺りを探索してみようぜ。パイモンの言う通りだ。晴れているうちに辺りをもう一度確認してみよう。見たことも聞いたこともない島だったけど、あなたがそばにいると不思議と安心できるな。そうだ、せっかくだし泳いでみない？綺麗な景色を目の前にするとバーバラは相変わらず気が緩むな。旅人、安心して探索してくるといい。もし危険を察知したら私がすぐ駆けつける。面倒なことが起きなければいいんだが。寝坊するところだったぜ。おはよう、ドア。どうしたんだその格好。どうかな。私たち全員夏服に着替えたんだ。遊びに来てるわけじゃないけど、せっかくの夏の海だし楽しまないともったいないでしょ。変だろうか。こんなひらひらとした夏服、やはり私には合わない気が。すまない。そうか。ありがとう、旅人。けど、前団長がわざわざ夏服を用意してるなんて、意外だな。違うよ。お姉ちゃんが自分で用意したんじゃなくて、
私とリサさんが選んだの。あっさりお姉ちゃんって呼んでるし、それに全然気づいてない。バーバラ、すっかり夏の海に浮かれてるな。この夏服だが、私も予想外だったよ。実はリサがくれた袋に入っていたんだ。窮地を切り抜ける道具が入っていると思ったら、まさか夏服が入っているとはな。アクセサリーまで入ってたのか。さすがリサさん。騎士団のみんなはこうまでして私を休ませたいということか。私は自分を追い込みすぎているのかもな。みんなこっち来て。ん？クレイが呼んでいるみたいだ。変なものを発見したよ。なんだ変なものって。ほら海を見て、変なものが浮いてる。何やら細長い装置のようだ。見たところ浮標みたいだが。昨日海を渡った時はあんな装置なかったよね。きっとドド大魔王の仕業だよ。一夜にして現れた変な装置、怪しいな。ずっとドド大魔王が出てこないのはクレイを認めてないから？それともクレイが見つけるのを待ってる？突然海に現れた浮標か。何か意味があるのかな。そうだな、浜辺からずっと見ててもどうしようもないし。大丈夫かな。ああ、確認した方がいいだろう。海で何が待ち構えているかは謎だ。念のため戦闘の準備をしておいてくれ。準備が整ったら私のところに。船で近づこう。お、褒めすぎだ。やるべきことをやっているまでのこと。では準備ができたら声をかけてくれ。持っていくのはボンボン爆弾とドドコ、そしてクレイ。海のあれは絶対ドド大魔王が置いたんだよ。悪者だからね。でもクレイは勇敢に立ち向かうよ。ドドコのために頑張る。英雄騎士のお兄ちゃん、いつもクレイを助けてくれてありがとう。持っていくのはボンクレー、夏好きだよ。でも夏だけじゃなくて秋も好き。あと春と冬も好き。冬は寒いけどクレーにはボンボン爆弾があるから、寒かったらドカーンすればいいの。あの不評は一体何を意味しているのだろうか。この軍刀は世界から切り離されているみたいだ。まるで自然が作り出した秘境だな。ここまで来れたのは手紙のヒントとウェンティがトワリンを呼んで助けてくれたからだ。しかしことがうまく運びすぎていてやや不安になる。だが私がここにいるのはみんなを守るためだから安心してくれ。何があろうとも私が共にいる。あの不評は一体何を意味。ああ、夏服はそのリサのサプライズだったようだ。それにバーバラも一枚噛んでいたみたいだな。バーバラに言われたんだ。せっかく島に来たんだし、目の前に海があるんだから夏服を着た方が雰囲気が出ると。それにしてもやはり慣れない。おかしくなければいいのだが。
私にできることは。そうそう、私も気になってたんだ。ここの海って本当に綺麗だよね。海、そして照りつける太陽、まさに理想的な夏って感じだよね。海に向かってステージを用意して、そこでコンサートをしたらきっとお客さんも喜んでくれるだろうな。準備はいいか？ではみんな、私と一緒に海へ出よう。あれだ、保管して。あ、海の底に何か流れていったような。不評を壊したことでそのエネルギーが漏れ出たのか。やっぱり大魔王の仕業なんだ。どんどんやろう。全部壊せば大魔王も現れるかな。これで全部壊したね。あれ、なんだか揺れてる。急いで島に戻るぞ。この音は。揺れ始める前に何やら装置が起動するような音が聞こえた。この海の下に巨大な装置があるのかもしれない。おそらくこの島々はその装置の上にあり、装置を起動したことによって持ち上げられたんだろう。まるで奇跡みたい。もしかして風神バルバドス様の見業？それは違うんじゃないか。他の誰かが意図的に仕掛けたんだと思うぞ。どう考えても妙だ。手紙で私たちをおびき寄せ、このような装置を使って試してくるなど、ドト大魔王、ただものではない。はぁ、せっかく夏のリゾートっぽい雰囲気を満喫してたのに、それどころじゃなさそうだね。とにかく私は周囲への警戒を強めよう。神団長、ビシッとしててかっこいい。協力感謝する。あ、いた、大魔王。あそこの島にいる。やっと見つけた。言われた通り、クレイ来たよ。ボンボン爆弾の準備、よし早く行こう。あれ、海の真ん中に足場が。確かに何かいるようだな。みんな近づくのはいい。みんな気をつけろ。なんだ、背の高い
人間？見た目は人間っぽいけど、なんだか違うような。ドド大魔王、クレイが会いに来たよ。新刊していいから。審判だな。さあ、クレイを審判していいよ。おいおい、何言ってんだ。大方、言葉の意味をちゃんと理解していないのだろう。ねえ大魔王、どうして返事してくれないの？クレイが遅くて怒ったのかな。あのね、ごめんなさい。今度は謝ってる。クレイってば、何考えてるのかな。大魔王、クレイが来たのに何の反応もないね。人型のからくりのようだ。反応がないのを見るに、おそらく壊れているのだろう。前に見たことあるの？あくまで推測に過ぎないが、服装を見た限り稲妻から漂流したもののように見える。稲妻だって？すっごく遠いとこじゃないか。あ、ここは独立した海域だ。どの国にも属していない。この海にとってこのカラクリは異邦人と言えるな。しかし、今の稲妻の現状でこういったことが起きるものなのだろうか。動くことのない異邦人、変だな。誰かがここまで持ってきたのかな。大魔王、動かないの？クレイ、大魔王は疲れているのかもしれない。そう、寝ちゃったんだ。クレイがなかなか来ないから待ちくたびれて居眠りしちゃったんだろう、きっと。そうだよクレイ、今はとりあえず他のところで遊ぼう。大魔王が起きたらまた戻ってこようね。本当だよ、大丈夫だから。あ、クレイ気づいちゃった。これは本物の大魔王じゃない。本物の大魔王はまた別のどこかにいるんだ。そうだな。クレイ諦めないよ。待ってて大魔王、絶対見つけてみせるんだから。また走って行っちゃった。はあ、子供は元気だな。ちょっと待ってよクレイ。栄誉騎士、これを見て。あ、これ積み重ねられた石と、それに小さなお花。この感じ、誰かを祀ってるみたいだね。急に褒められると照れちゃうな。でもこの辺りにあるのはあの稲妻のからくりだけだぞ。まさかそれを祀ってるのかな。そうかもしれない。あのからくりは何か人のためになることをしたのかもしれない。私たちが目にしたこれらはこの海域に人が存在したことを意味する。しかしこれだけではどのような文明であったかは判断できない。それにここに来るまで人間もその墓らしきものも見ていない。神団長、クレイ、あっちを見てきていい？構わないが気をつけるんだぞ。クレイはまだ子供だから危機感に欠けている。旅人、私たちは冷静に現状を捉えよう。
正直言うと、最初に手紙を見た時はただのいたずらかと思った。オイラたちもだ。私もだよ。でも子供にこんないたずらする人いるのかな。この島の存在を知っているのはほんの一握りだろう。その上、あのような精巧なからくりまで用意している。これはいたずらではなく、長いこと計画をしてきた罠なのかもしれない。油断しないようにしよう。バーバラお姉ちゃん、クレイ、どうしたの？大魔王、クレイに会いたくないのかな。どうして？だってドドコはクレイが好き、クレイもドドコが好き。クレイとドドコを引き裂けないって分かったから、大魔王が出てこないのかも。クレイ、ドドコと離れ離れになるのが怖い。クレイ、ほらこれを見て。バドルドーだ。おねえ、神団長から聞いたんだ。クレイ、ずっとバドルドー祭に参加したかったんだって。うん、クレイ、バドルドー祭に参加したい。これは私がクレイのために作ったバドルドー。クレイが望むなら毎日がバドルドー祭だよ。やったー。だから元気出して。大魔王に会ったらドドコとクレイが一緒にいれるよう私たちが説得するから。うん、わかった。任せろ、きっと見つけてみせるからな。どこをどう探したらいいかはわからないけど、とにかく見つかるさ。うん、まずはこの辺りをしっかり探索してみようぜ。